あち。熱いものに触れてしまった時、すぐに手を避けることができます。この時、まず手の熱いという刺激が脊髄に伝わり、脊髄が手を引っ込めろという命令を出し、それがまた手の筋肉まで伝わり、手を引っ込めるという一連の流れが生じています。複雑に見えるこの手を避けるという動作を、なぜ私たちはこんなにも早くできるのでしょうか。これは神経組織とニューロンのおかげなんです。今回は神経組織、さらにその中でもニューロンについて詳しく解説していきます。苦手な人が多い跳躍伝導や活動伝位も含めて解説するので必見ですよ。では行きましょう。神経組織とは、脳や脊髄、末梢神経などを構成する組織で、刺激を伝える神経細胞であるニューロンと、神経細胞の働きを補助するグリア細胞からなります。グリア細胞は神経膠細胞とも呼ばれます。神経膠腫などのように疾患名で出てくることもあるので、こっちも覚えておきましょう。グリア細胞にはいくつか種類があり、代表的なものにニューロンを支えているアストロサイトや、ニューロンに巻きついて鞘のようなものを形成するオリゴデンドロサイトなどがあります。オリゴデンドロサイトは末梢神経では手腕細胞と呼ばれるものに置き換わります。こっちの方がよく聞く名前かもしれません。さて、グリア細胞はこれくらいにして、神経組織の主役であるニューロンについて詳しく見てみましょう。ニューロンの特徴としてまず挙げられるのが、その形の独特さだと思います。トゲトゲの部分とビヨーンと伸びた部分がありますね。なぜこんな形をしているのでしょうか。冒頭で話したように、ニューロンの仕事は刺激を別の場所に届けることです。そのため、このように刺激の通り道がビヨーンと伸びているというわけです。この部分を軸索と言います。ちなみに、人体における最も長い神経は座骨神経なのですが、座骨神経の長さはどれくらいだと思いますか。正解は1メートルです。かなり長いですよね。これは軸索の部分がとても長いからなんです。さて、末梢神経の軸索上には手腕細胞という細胞がぐるぐる巻きになって、表面を覆った髄鞘、またの名をミエリン鞘というものが断続的にあります。さらに、それぞれの髄鞘の間にあるくびれの部分をランビエコーリンと言います。この不思議な構造は刺激の伝え方に関係するものです。後で解説しますね。また、刺激を伝える軸索があれば受け取る場所もあります。刺激を受け取る場所はここなのですが、神経はいろいろな箇所から刺激を受け取る必要があるため、このようにたくさん枝分かれしています。それが木の枝みたいに見えるので、樹状突起と呼ばれています。はい、これがニューロンの基本構造です。ところで、さっきからニューロンが刺激を伝えると言っていますが、これって具体的に何が起きているんでしょうか。手紙でも渡すのでしょうか。刺激が伝わる現象の正体を知るためには、まずニューロンの持つ電気的な性質を理解する必要があります。次はそれを見ていきましょう。実は私たちの体も含めた世の中の物質には、電気的にプラスやマイナスを帯びやすい、つまり帯電するという性質があります。例えば、私たちの指は電気的にプラスに帯電しやすく、金属は電気的にマイナスに帯電しやすいです。そのため、冬場に金属でできたドアノブなどを開けようとすると、指にビリッときますよね。静電気です。そして、ミクロな視点で私たちの体を見てみると、実は細胞であるニューロンにおいてもこのような性質が見られるんです。具体的に言うと、なんとニューロンの内側は外側に対して電気的にマイナスを帯びているんです。
この電気的な性質の大きさは電位と呼ばれ、ニューロン内は相対的に負の電位を持つと表現します。どれくらいマイナスなのかの数値も分かっていて、ニューロン外に対してマイナス60からマイナス90ミリボルトとなっています。そして通常状態におけるこのニューロン内の電位を静止膜電位と呼んでいます。これがニューロンの持つ電気的な性質です。この状態はたまたまそうなっているのではなく、 Na プラスや K プラスなどの電気的な性質を持つイオンやイオンの出入りを管理するチャネル、イオンを組み出すポンプなどといった存在により、こうなるよう維持されているんです。なぜかというと、それがニューロンの刺激に関係するからです。次はいよいよ刺激が伝わるという現象の正体について見ていきましょう。例えばこのニューロンが何らかの刺激を受け取ったとしましょう。するとさっき話したチャネルという穴が開き、細胞外のナトリウムイオンがそこを通って流入し始めます。ナトリウムイオンはプラスイオンのため、それまでマイナスであったニューロン内の電位が上昇し始めます。このようにマイナスを出してプラスに向かう電位の変化を脱分極と言います。この電位の変化をグラフに表しておきましょう。ニューロンが刺激を受け取り、それによりチャネルが開き、ナトリウムイオンが流入、その結果ニューロン内の電位が上昇します。もし受けた刺激が弱く、あまり電位が変化しなければこのまま元に戻ります。ところが受けた刺激が十分大きく、域値と呼ばれるある一定のラインを超えて電位が変化すると、ナトリウムイオンの流入がさらに増えて一気に電位が上昇し、ついには細胞外の電位よりプラスになってしまいます。この時の電位を活動電位と呼びます。またニューロンがこのように活動電位を起こすことを興奮と表現することもあります。さてここからが重要なところです。この部分の電位がプラスになったので、マイナスの隣接部位へ電流が流れます。すると今度はその電流が刺激になることで、隣接部位でナトリウムチャネルが開き、活動電位が生じます。同じことが起きるわけです。それがさらに隣へ隣へといった具合で、活動電位はニューロンの軸索を進んでいくんです。このニューロンにおける活動電位の伝導こそが、冒頭で言っていた刺激が伝わるという現象の正体だったんです。ちなみに活動電位を起こした後の部位は、脱分極とは逆に電位が元に戻っていく細分極を経て、不応期と呼ばれるお休み期間に入ります。この間に刺激を受けても興奮は生じません。これは適切な神経伝達をするために必要な仕組みなんです。ところで私たちがさっきまで見ていたニューロンのイラストには髄鞘がありましたよね。これは何をしているんでしょうか。実は髄鞘がある部分はナトリウムイオンを流入させるチャネルなどがなく、活動電位を起こしません。そのためここが興奮した後すぐ隣ではなく、次のランビエ光輪の部分まで電流が流れ、そこで活動電位が生じます。このようにとびとびに伝わると、途中をすっ飛ばすことができるので、非常にスピードが上がるんです。私たち人では秒速100メートルの速さが出ると言われています。このような活動電位の伝わり方を跳躍伝導と呼びます。このおかげで私たちは刺激に対して素早く反応することができるんです。ちなみに髄鞘がないニューロンも存在します。そのような神経は無髄神経繊維、髄鞘がある神経は有髄神経繊維と言います。はい、結構難しいことをたくさん話したので、覚えておくべきことを簡単にまとめておきましょう。ニューロン内はニューロン外に対してマイナスの電荷を持つ。これを静止膜電位という。ニューロンは刺激を受けると脱分極し、域値を超えた場合に活動電位を発生させる。
活動電位を生じた部位はその後再分極し静止膜電位に戻る。また一時的に刺激に反応しない不応期となる。活動電位は軸索内を伝っていくが、その際に髄鞘がある部分はスキップされる。このような伝導を跳躍伝導と呼ぶ。髄鞘がある神経を有髄神経繊維、ない神経を無髄神経繊維と呼ぶ。はい、まとめるとこんな感じです。さて、軸索内を活動電位が素早く進んでいくことは分かりましたが、軸索には終わりがあり、次のニューロンや細胞へと刺激を渡さなければいけません。活動電位がそのまま次の細胞へと伝わるのでしょうか。実は違うんですね。軸索の先にはシナプスと呼ばれる場所があり、ここに活動電位が届くと次のニューロンの樹状突起に向かって特別な物質が分泌されます。この物質は神経伝達物質といい、代表的なものにアセチルコリンがあります。神経伝達物質に関してはかなり重要な知識なので、今度の動画で詳しく解説しようと思います。そちらを見てもらえると嬉しいです。はい、今回の内容は以上です。内容理解できたよって方はチャンネル登録と高評価をお願いします。コメントしてくれてる方もありがとうございます。最後に、今回の内容を簡単にで良いので猫尾くんに説明してあげてください。自分なりの覚え方や重要ポイントなどがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。では先生、お願いします。なるほど、ありがとうございました。それではまた。